コキャットさん、ライフハートありがとうございます。めっちゃ熱い。うん、ゆかりんさんかわいい、ありがとうございます。ほんとか私これ毎回やるんかな、このまま。レオくもとさんもかわいい、ありがとうございます。ニコラスさんハートありがとうございます。イエーイ。今日はすごく短いですね。30分くらいしかできないと思います。すいません。いやー、なんかね、気がついたらこの時間になっていました。本当にマジで何の記憶もないんです、ここに至るまで汗。ちょっと待ってね。そうなんですよ。大阪のターサンさん、かわいい、ありがとうございます。そうなんですよね。記憶もなくここにおります、私は今。マジなんでこんな時間だったのか全然わからへん。今日はめっちゃ早い時間にやろうと思ってたんですけど、なぜかこの時間になってましたね。不思議なこともあるもんだね。猫キャットさん、うま、ありがとうございます。そう、そろそろ朝配信もしたいので、まあ早く起きると日にはやろうかなって感じです、はい、なんで皆さんいつか私が朝配信やったら見てあげてください。よろしくお願いしますね。よろしくですね。今日は祝日だったらしいじゃないですか。どうですか皆さん、祝日っぽい一日だったんでしょうか。でもね、私が大体何してましたって聞いたら仕事っていう人がほとんどなんですよね。意外と日曜日とかでも働いてる人がいるなぁという印象ですが、果たして今日は皆さんは仕事だったのでしょうか。ないしは、あ、でも学校はないか、祝日は。バイトとかはね、あるよな、普通。てかまあ別に祝日、休日関係なく仕事はあったりするよな。なんだろう、お店とかだとさ、普通にやってますよね。だから、そんなに珍しい職業ではないと思うんですけど。そう、まあ割と普通ですね。70分しか歩いてないみたいです。やばいわ、それは。ほらね、やっぱりお仕事をたくさんしている人が、うん、お仕事をしている人がたくさんですね。うん、うん、平日の公園に行けるイコール土日も仕事みたいな感じの認識。あねー、まあでもさ、日じゃ土日にさ、世界中みんなが休んじゃったらどうしようってなっちゃいますから。しょうがないですね。その分意外とね、休日にじゃなくて平日にお休みがあったりだとかしたりとかしがちじゃないですか。まあ優越感に浸りますよね、皆さんがですね。まあだから別になんで日曜日なのに祝日なのに働いてるんやと思ってる人は案外特別じゃないと、みんなも、おお、そういう人はいっぱいいるから仲間がたくさんいるんだと思って頑張ってください。大丈夫ですよ。祝日の出勤はぶり回し賃金が出るから嬉しい。あ、めっちゃいいじゃないですか、それは。じゃあふう、今日天ぷらの平尾行った。天ぷら美味しそう。天ぷら食べたいな。なんで天ぷらってあんな美味しいんですかね。私は結構天ぷら好きなんですよ。なんか昔天ぷらをなんか目の前で焼いてくれるお店みたいなのに行ったんですよね。したらもうそれがめっちゃ美味しくて、それから天ぷらの魅力にハマったんですけど、
でも天ぷらってマジお家で作っても美味しいけどさ、やっぱりなんだろう、お店の人が作る天ぷら、職人さんっていうんですか、天ぷら屋さんの天ぷらがやっぱりどう考えても美味しすぎるということですよ。なので天ぷらはねやはり最高ですね。なんかゆったりした気持ちになりますよね。でもいつかね胃もたれするのかなと思うと悲しくなりますでも美味しいよな。私はかぼちゃの天ぷらと玉ねぎの天ぷらが大好き。あとはししとうの天ぷらがあってめっちゃ美味しい。結構メジャーですよね、あの弁当とかにも入ってると思うけど、ししとうの天ぷらはマジでめっちゃ好きで、